これもよく混ぜて、どん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 入れちゃって、クリアだ。あ、これも。夜の散歩ですか。夜散歩に行ってきます、これから。まあ、再婚友達関係っていうのは最高ですね。お互いのいいところを学び合える関係というのがいいところなんじゃないでしょうか。しょうか。そういう話をしてました、はい、しました、はい、3回くらい同じ話してました。やっぱり短期間だけじゃなくて長期にわたって深め合えるってなかなかないので、そうだね、はい、いやありがたいなっていう話をしてまして、やっぱその彼の友達のからの影響力もすごいあるし、彼の友達もその水田さんに影響を受けて変わってるっていうし、私それはやっぱ口だけじゃなくてやってるっていうのが一番大きいな、はい、やることが大事だと。そろそろ渡らないと赤になるんで渡りましょう。水沢さん、ウッチーに連絡したんですか。あ、連絡しました。とりあえず、反乱を戦い切ったのはよく頑張ったって言ってくれて、ゆっくり休んでくれって、はい、次こそは勝てるよっていうエールをもらったんで会えるかなっていう。大ちゃん、ありがとう。水沢からも、ウッチーに一言お願いします。はい、勝利の報告はしてるんで、福崎さん、あ、マジで、あ、ありがとう、ありがとうって。ウッチーに一言。いや、マジお前やるしかねえぞ。やるしかない。勝ったからだよ。ちょっと偉そうに言ってもいいかな。やるしかねえぞ。ということで、はい、今後ともよろしくお願いします。マジでやりましょう。加藤。
い、どうぞ試合した特設リングがあった会場です。いや結構でかいですね。結構でかいよね。結構でかいし、なんか偉い人いっぱいいたし、確かになんか偉い人と仲良くなったし、そうですよ、ね、ナンバーワンもらったんで、一番偉そうな人からさすがコミュニケーション能力すごいな。ありがとう。国を超えますね。超えますね。超えましたね。とりあえずありがとうと、うん、あのこいつめっちゃいい人そうだなと思ったら、うん、あの笑顔で笑うのと握手するのと、うん、あとハグしてしたらすごい中で、ね、仲良くなれる気がする。あ、元気で笑顔であればすごい、ね、そう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 、すごいそうなんでめっちゃ良かった。みんな良かった。みんな優しかった、うん、嬉しい。いいですね。勝ったから全部嬉しい。全部いいね。いいことないですね。はい、リサさんも自分の努力した成果が出てるから、はい、ありがとう。それがやっぱ、はい、それがいい。ありがとうございます。本当試合には勝ちたいけども、やっぱり一番は過去の自分にどう勝つかっていうところだよ ね。絶対そうじゃん。そうです。もうだからそこはもう明らかに達成してるから、はい、2分3段と戦いきたなんか3段飛ばしぐらいのレベルアップだから、はい、そのおかげさまで。ぶっちゃけ2分1ラウンド持ったら結構いいと思う、僕個人的にはね。僕は海外に行って試合するんですけども、はい、2分2ラウンド持ったらやったろお前どうせ3ラウンド行ってろ、はい、マジブラボー最高、めっちゃすごい。とりあえずと、ね、はい、そこやりきったのが、はい、少し絶対1個大丈夫になるよね、はい、なるよね。ありがとうございます。いや本当に、いやもうお疲れ様です。それはまず本人も気合いがやっぱりあるんだから、はい、そこはなんか心配してなかったけど、やりきったらやっぱすげえなって。いやそれは全然嬉しいです。やりきるの超大変じゃん。そうです。超きついし、最初の30秒以降ずっときついじゃん、はい、めっちゃきついですね、はい、だからそこ本当にやりきったのマジですごいな。それやりきったっていうだけで試合前に勇気をもらえると。いや勇気をもらうし、俺絶対負けらんねえじゃん、そうですね、あいつ自分の勝負に勝ったぞっていうのがあるから、はい、もう俺もちゃんと自分の勝負に勝って、うん、勝つしかないっていうのは、やっぱそういう意味では絶対勝とうっていう本当に思いだから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。イエイイエイ。福崎さんが勝利した、はいはい、あの広場にちょっと勝ったところに行きましょう、はい、ちょっと夜になると落ち着いて雰囲気が変わってるかもしれない。もう一回見に行きます。先の試合会場に戻ってきました。もうだいぶ片付いて空いてる公園ですね。福崎さんの勝利の場所、めっちゃ勇気もらいました。パワーもらいましたね。やっぱこんな広かったんだみたいな。そうですね、伊沢さんの勇姿すごかったですよ。 ありがとうございます。本当に、はい、いろんな方のおかげさまでここまでできたので、ありがとうございます。
そうそうそう、あの8割入所っていう研究があるから、いってらっしゃいませ。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここから行くの？肩から。へえ、なるほどね。最初はもうしたいってしたわけじゃなくて、はいはいはい、勉強したくなったから。すげえな、でも。それで、はい、そこまで行って。はい、すごすぎる。すごすぎるから、インスタ公開してください。あ、はい。どうなってんだ、おい。あ、来た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 。ありがとう。これいつの試合のやつ？これ去年12月ぐらいです。やばい、復活いいな。僕にはです。マジで？はい。舞台？そうです、あの、ワンチャンピオンシップの日本トーナメントがあって。え、に出られたんですか？あの、日本代表を決める。マジか。マジか。はい。あっ、ちょっと目指してます。すごっ。マジか。すげえな。やばい、やばいやつがいた。こんなところに、こんなところに目指してるところを、ってやつがいた。あれだね、あのオープンフィンガーで。あ、そうです、オープンフィンガーで。はい。オープンフィンガーでやりたいなと思って。どうだったオープンフィンガーで。やっぱ痛いですけど、自分はちょっと楽しい、楽しいっていうか。あ、そういう顔してるわ。ちょっと楽しめる顔してるわ。なるほどね。はい、合ってるかなと思って。じゃじゃ麺やった。切る？まあ時間が過ぎてる。そうですね。だいぶ多くなったよね。そうですね。綺麗だね。最初の頃はやっぱ結構意見が回らなくて何もなかったね。綺麗。あれ、住みやすい。青くてね。はい。あれだから俺そのストイックの時は飛ばして。あ、大丈夫なの。ここだけ当てるようにすると、ここにもうプレッシャーがあって、ここに三日月。離れて、お互いここ、こっから、うん、で離れて、そのまま、うん、いや、このままプレッシャーがあげるから、これ。ああ、なるほど。それレインやってます。これで一回、もみくちゃになって、疲れた時に、はいはい、これやってます。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと、いいわ。ここで本当に要は、シャドウで相手も一回落ち着きたいところに。ああ、なるほどね、なるほどね。うなずいたような感じで。そう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 、それが入る。あ、多分締めてるよ。そうそうそう、多分ここは結構強いんだ。なるほど。同僚が住んでたところっていうか、はい、なんか。エンディングって。タンクトップすごいですね。
Cool.
ちょっとお金も出したのが、はい、来年オープンフィンガオーガニック福崎です。チャンネル登録お願いします。